はいどうもこんにちは、解剖チャンネルの解剖です。今回は福井市の片町にあるお店にやってきました。それがこちらの福井源、福井銀行の近くにある中華料理屋さんです。お店の中はこんな感じ。お得なセットメニューはこんな感じ。今回はこちらの麺とご飯もののセットをいただきます。麺は麻婆豆腐麺、ご飯は天津飯をいただきます。というわけでこちらが麻婆豆腐麺と天津飯。麻婆豆腐麺ご覧ください。スープがねたっぷり入っててね、豆腐もたっぷり入っております。そして天津飯、こちらもあんかけがたっぷりと入っております。いただきます。今日も朝から何も食べてないんでめちゃくちゃ腹ペコです。早速食べていきましょう。まずはこちらの麻婆豆腐麺からいただきます。いやね、麻婆のねうまそうな匂いがねすごいプンプンしてきますね。それでは一口。なるほど、めちゃくちゃこれ美味しいですね。辛さはねそんなにきつくない感じなんですよ。そんでね、旨味が効いていてですね、まあ、まさにねこう麻婆豆腐を、飲んでいる感じというか、まあまあなんか麻婆豆腐は飲み物なんてね昔なんか流行りましたけど、とても美味しいスープです。豆腐もねあちあちでプルプルですし、ひき肉がねこのコクというか旨味がすごいですね。たまりませんね。いやーね、それにしてもね、撮影した日は雨が降っててかなり寒かったんで、麻婆豆腐麺のスープがね体に染み渡りますね。いい感じです。ちょっとね動画では伝わりづらいかもしれませんが、こちらの麻婆豆腐麺かなり大きさがあります。もうね、続いてね麺をいただきましょう。麺をねスープの中から引っ張り出して、それでは一すすり。結構麺は柔らかめですかね。まあね、太さ的にはね、中華料理屋さんで食べる一般的なラーメンの麺の太さですかね。こちらの麺はね、スープがね赤く濁っていてね、底が全然見えなくて、麺とか具材がどれぐらい入ってるのか分かんないのがねちょっとワクワクしますね。こちらのお店はですね、片町の中にありましてですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、片町の周辺はですね、福井県の中でも随一の、ね、ビジネス街となっておりまして、まあね、ここら辺歩いてるだけでね、スーツ着た会社員っぽい人たちがね結構うろうろしてたりするんですけれども、こちらのお店もですね、開店してすぐの時間に行ったんですけれども、開店して10分ほど経ったらですね、もうねスーツ着たおじさま、お兄さまたちでねいっぱいになりましてですね、このお店はね会社員の人たちのねオアシスというかね、昼休憩のたまり場になってんだなっていうのを、ね、実感しましたね。まあね、中華ってね出てくるのも早いしね、安いし気軽に食べれるんでね、職場の近くにあったらねついつい利用しちゃいそうですよね。多分解剖もねここら辺で働いてたらこのお店利用しちゃうと思います。続いてね天津飯をいただきましょう。解剖ねあんまりね天津飯食べないんですけど、ちょっとかなり前の動画でですね、天津飯のおすすめのお店教えてくださいっていうね視聴者さんからのコメントをいただいたのを思い出してですね、なんか急に頼みたくなってですね今回頼みました。それでは一口いただきましょう。そんでね、この天津飯がねめちゃくちゃうまかったんですよね。いやね、なんかねうまみがなんつんでしょうねこれ。もう全てのこの味の組み合わせがめちゃくちゃちょうどいい感じでですね、まずねこのあんかけの味がですね、うまみも効いていてですね、ちょっと酸味があってそのアクセントもいいですし、このあんかけ自体がめちゃくちゃうまかったですね。
そんで卵がねふわふわになってまして、でも卵のコクがねすごいそのあんかけにマッチしてね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。いや、貝もねあんまりね天津飯って食べたことなかったんですけど、天津飯ってこんなに美味しい食べ物なんですかね。いや、それともねこのお店の天津飯がすげーうまいんですかね。いや、どっちなんだろう。天津飯ってね、あの中華料理の中でもトップクラスにねシンプルな料理ですよね。だって使ってるのが卵とご飯とあとはあんかけでしょう。だけどこの美味しさは何なんでしょうね、マジで。あんかけもねうまみたっぷりで美味しいですしね。なんか卵自体にも味付けされてんのかな、なんかこうコクというかまろやかな風味を感じますね。いや、本当にねシンプルな組み合わせなんですけれども、なんかすごい満足感がありますね、こちらの天津飯。本日の雑談コーナー、いや皆さんね、会社行くときは何で行かれてますかね。車ですかね、電車ですかね、自転車ですかね、徒歩ですかね。まあ、会話はねもうずっとね会社員になってから車を利用しているんですけれども、前なんかちらっと調べたんですけど、ちょっと記憶曖昧なんですけど、福井県のね、会社員の人たちの平均のね通勤時間っていうのを調べたらですね、往復でだいたい 4,50 分ぐらいだったんですよね。あ、でもこれどうですか、人によっては結構通勤時間長いことかかってんだと思うかもしれませんけど、なんかね関東地方を調べたらなんかその倍ぐらいあったんですよね。だから片道1時間ぐらいかけてね通勤してる人が結構いるみたいで、ちょっと記憶曖昧なんですけど、もし間違ってたらねちょっと訂正してください。毎日こう1時間ね、そういう通勤とかに時間を取られるのってよく考えたらちょっと1日の中で占める時間としてはかなり大きいなと思っておりましてですね、電車だったらなんか本読んだりとかできるじゃないですか。でちょっと勉強したりとかでね、車で運転してると結構やることが限られてるんですよね。で車での通勤時間を有効に使えないかなって思ってですね、まあ、会もねちょっとね実はバンドをやってまして、でボーカルもやってるんですけど、通勤時間を利用してですね、ボーカルのねボイストレーニングをいつもやっております。車の中であれば全然ね声出してもね、こうねあーえーいよーとかねプルルルとかね、なんかそういうのを、やってもね全然気にならないんでね、通勤時間を利用してやっております。まあ大体ね通勤時間で、ね、往復で1時間かかってるとして、で月のね平均多分月のね労働日数が20日間としたら、まあ、年間240日ですよね。ってことはね、その年間で、ね、240時間ね、通勤に使ってるということで、これ240時間ってこれ勉強時間に当てたら多分資格の1つや2つ、もしかしたら3つぐらいで、ね、取れちゃうぐらいのね時間なんで、やっぱねちょっと無駄にするにはもったいないかなと思ってね。皆さん何かね通勤時間を利用してやってるようなことありますでしょうか。よかったらコメントで教えてください。というわけで福井源さんの麻婆豆腐麺と天津飯のセットをいただいたわけですけれども、どちらもねめちゃくちゃ美味しくてですね、こんな美味しい料理を2つも楽しめるなんてね、とてもね大満足なセットでございました。気になった方はぜひ食べてみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしも動画が面白かったらコメント、と高評価、チャンネル登録よろしくです。